一例。両サイドが三角形のもの。乗り上げブロックは、段差を解消する目的で、住宅、店舗などの車庫に面した道路との境界の出入り口部分に住人が設置する、傾斜したブロック。段差解消ブロック、段差解消ステップ、駐車スロープなどと呼ばれることもある。同じ用途のものとして、鉄板もある。市販されているものの、 あくまで私有地内での使用を想定しているため、歩道や路側帯などを含めた行動上にこれらを置くことは道路法並びに道路交通法で禁止されている。横方向からバイクや自転車が衝突したり、雨で濡れた鉄板の場合は歩行者が滑って転倒したりする恐れもある。多くの自治体がホームページなどで使用中止と切り下げ工事の申請を啓蒙している。 事故が起きた場合は、設置者が責任を問われる場合があるという指摘がある。ブロックが車道にはみ出している状況では、自転車はそれを避けるために、車道の隅を通行できない。すなわち、歩道を走ったり、車道の中央寄りを走らざるを得ないという危険性の指摘がある。また、設置状況によっては、 雨水の流れをせき止めてしまうため、十分な排水ができず乾水など、水害の原因にもなるという見解もある。ありがとうございます。